貸せ。目標とは接触したはずだが、やけに静かだな。よし、もう少し接近するぞ。装備の確認は怠るなよ。次の段階に移らなきゃいけない。立体起動装置は壊れてねえな。女型の巨人を引きつけるぞ。あいつを捕らえる最後のチャンスだ。急いでくれ。よし、立体起動で女型の巨人に接近しよう。ボサッとしてんじゃねえ。行くぞ。女型の巨人め、逃がすものか。奴は人類の敵だ。絶対に逃がすんじゃねえ。逃がすかよ。絶対にここでとっ捕まえてやる。高速を振りほどきやがった。逃がさない、絶対に。巨人が壁に近づいてるぞ。絶対に逃がすな。もうすぐ女型が壁に近づく。今度こそ仕留める。早く女型の巨人の背後を取るんだ。一気に仕留めちまうぞ。みんな攻めかかれ。罠にかかった。やるなら今しかねえ。女型の巨人を逃がすな。絶対にここから外へは行かせん。絶対に逃がすもんか。必ずここで捕獲する。決着をつける。必ず。あんなに体力が残ってやがるのか。畜生、どうしろってんだよ。けどきっと女型の巨人も疲弊してるはずだ。体勢を立て直して一斉に攻撃を仕掛けよう。今だ。さあ一斉に行くぞ。
ここに一冊の日誌がある。ある兵士が残したというこの調査日誌は多くの人の手を渡り歩いてきたが、記録者たるその兵士がどのような人物であったのか、男性であったのか女性であったのかすらも、今となってはそれを知る術は残されていない。故にここでは仮にその兵士を彼と呼ぶことにしよう。この日誌を通して紐解いていくのは、名もなき一人の兵士の戦いの記録である。今から100年以上前、この世界に巨人が現れた。巨人と人類との間には圧倒的な力の差が存在し、たちまち人類は絶滅の危機を迎えた。生き残った人類は巨人が越えられない強固な三重の壁、マリア、ローゼ、シーナを築き、安全な活動領域の確保に成功した。その日、人類は思い出した。奴らに支配されていた恐怖を。鳥かごの中に囚われていた屈辱を。巨人だ。100年の平和は突如出現した超大型巨人によって壁とともに破壊された。巨人の侵入を許した人類はヴォール・マリアを放棄、その活動領域をヴォール・ローゼまで後退させた。シガンシナクに暮らしていたアルミン・アルレルト、ミカサ・アッカーマン、そしてエレン・イェーガーが第104期訓練兵団に入団したのは847年、巨人の襲来から2年後のことだった。巨人に全てを奪われた彼は、避難船に乗り合わせた見知らぬ少年の言葉にある決意を固める。鎧の巨人への復讐を果たし、故郷を取り戻す。その思いを遂げるため、彼は第104期訓練兵団への入団を決めた。おい、貴様！はっ！
貴様は何者だ。シガンシナク出身、アルミン・アルレルトです。そうか、バカみてえな名前だな。親がつけたのか。祖父がつけてくれました。アルレルト、貴様は何しにここに来た。人類の勝利の役に立つためです。それは素晴らしいな。貴様は巨人の餌になってもらおう。3列目、後ろを向け。貴様は何者だ。トロストク出身、ジャン・キルシュタインです。貴様は何のためにここに来た。憲兵団に入って内地で暮らすためです。そうか、貴様は内地に行きたいのか。はい。おい、誰が座っていいと言った。こんなところでへこたれるものが憲兵団になどなれるものか。貴様は何者だ。これでどう？そうか、お前もバカみてえな名前だな。アホ面下げてここに何しに来た。ほう、せいぜい頑張るといい。ただし、貴様の死体が分かるように目印をつけておけ。第104期訓練兵団、よく聞いておけ。今の貴様らはせいぜい巨人の餌になるしかないただの家畜。そんな貴様らに我々が巨人と戦う術を叩き込んでやる。餌のまま死にたくなければ必死に食らいついてこい。今日は立体機動装置を使った実戦訓練を行う。出来の悪い奴は今からでも開拓地に移ってもらう。すぐに準備にかかれ。はっ！はっ！まずは立体機動術の基本、移動からだ。立体機動装置で目標地点まで移動しろ。遅い！何をちんたらしている。難しそうだけど、みんな一緒に頑張ろうな。うん、開拓地域なんてごめんだからね。トーマス・ワグナー、できないなら貴様だけ歩いて移動するか。やってみせます。いいな、カロライナ、何をしている。そんなざまでは家畜以下だぞ。必ずやり遂げます。いつまでちんたらやっている。とっとと移動せんか。移動は貴様が1位だ。これで立派なおとりになれるぞ。次は巨人を模した目標を相手に戦闘の基本を学んでもらう。
まずは小さい巨人からやってもらうぞ。巨人の弱点部位は理解しているな。そこに狙いを定めて確実に攻撃を当てろ。実技は苦手だけど、なんとかしないと。貴様は次の訓練に進め、他の者はそのまま攻撃訓練を続けろ。はっ。先に行かれちまった。やっぱり僕には向いてないのか。早く移動して次の訓練に取り掛かれ。次は大型の巨人だ。巨人によっては攻撃すべき部位が複数ある。確実に狙え。今のはどうせまぐれだろう。もう一回攻撃してみろ。大点だ。大型の巨人は攻撃部位の素早い選定が肝だと覚えておけ。面倒な訓練だな。サボっちまうか。おい、さっさと次の訓練地点へ向かえ。やっと終わったか。クリスタ、少し休んでから行こうぜ。そんなこと言わないで頑張ろうよ。あなたを見習わないとね。あとは貴様だけだぞ。早く来い。これより本日最後の訓練を開始する。これから周囲に多数の目標が出現する。迅速に索敵し撃破せよ。それでは始め。俺が先に目標を見つけたら横取りすんじゃねえぞ。意外とぬるいことを言いますね、ちゃん。獲物を奪うのに作法が必要ですか。そうだ、取られるお前が悪い。訓練だからって手は抜くなよ。それが兵士としての責任ってやつだ。おいおい、なんだよその立体軌道は。少しは俺を見習ったらどうだ。手は抜けないね。私は憲兵団に入りたいから。
って燃えますよね。まるで狩みたいです。中間成績を発表するぞ。まだ時間は残っている。総員引き続き励め。と戦えるってことを示してやる。お互い頑張ろうぜ。たとえ訓練でもエレンを一人にはできない。必要だと思うけど、こんな訓練で実戦に繋がるのかな。体動かすのは得意な方だけど、みんなの勢いに飲まれそうだ。訓練ですらこんなにきついなんて、俺たち一人前になる前に死ぬんじゃ。苦手だけどしっかりやらないと。君も頑張ってね。ついてくならミカサかライナーか。なんだお前かよ。訓練の最優秀成績者を発表する。今回の訓練の最優秀成績者はお前だ。お前すごいんだな。この程度で浮かれるなよ。油断していると痛い目を見るぞ。これで本日の訓練は終了だ。希望する者は引き続き自主訓練を続けろ。
貴様ら、やる気がないならさっさと荷物をまとめて開拓地にでも移ったらどうだ。トーマス・ワグナー、貴様のような無駄飯ぐらいでも人手不足の開拓地なら追い出されることはあるまい。ミーナ・カロライナ、貴様は豚小屋出身だったな。ならば豚として暮らすといい。巨人は豚を食わんからな。とはいえ家畜以下の貴様を豚が仲間に入れてくれるかは疑問だが。一生懸命やってるのに何もあそこまで言わなくても。しばらく立ち直れないよ。私本当に豚になろうかな。もう十分頑張ってるつもりなんだけどな。こんな状態で私たち兵士になれるのかな。だけど今よりも訓練成績を上げるのは。うん、全力で取り組んだ結果が今の成績なわけだし。あなたはどうすればいいと思う？仲間を皆。確かに同期には優秀な人がたくさんいるんだし、みんなの長所を学べば兵士として成長できるかも。長所を学ぶか。それを意識して仲間と交流すればいろいろと得るものがありそうだな。よし、後でお互いの成果を報告し合おうぜ。お前が言い出したんだし、お前も付き合えよな。兵士を鍛えんとな。
食べられるの？こんにちは。俺は死に急いだ、死ねえぞ。今日も頑張ろう。おい、そこの、さあ、お前だ、お前。ほれ、落とし物だぞ。これお前の日誌じゃねえのか。そうか、もう落とさねえように気をつけろよ。お前は104期の訓練兵だよな。いいってことよ。お前も104期の訓練兵だ。そうか、お前もエレンや俺たちと同じく志願しなくにいたのか。志願しなくといえば、104期にはエレン以外にもミカサやアルミンってのがいるだろう。知ってるか。あいつらも肉親をなくしててな、今じゃ俺が親代わりみたいなもんだ。お前も同郷なんだし、困ったことがあれば俺を頼ってくれよ。おう、今度はエレンたちも連れてまた会いに来いよ。まあとにかくこれからよろしくな。それと悪いんだが、さっきの落とし物の中身少し見ちまったんだ。いや、いろんなことが細かく書いてあって驚いたぜ。こういう観察力ってのは大事なもんだ。その日誌はきっと何かの役に立つと思うぜ。しっかり続けろよ。君か。もしかしてわざわざ今日のお礼を言いに来てくれたのかい。仲間を助けるのは兵士として当然のことだ。そんなことでいちいち気を使わなくていい。ライナー、ベルトルト、いるか。なんだお前らまで。俺たちに何か用か。二人とも立体起動装置の扱いがうまいだろう。頼む、俺に教えてくれ。すまん、あまり役に立つ助言はできそうにないな。そうか。
その君たちは3人とも志願しなくの出身だよね。巨人の恐ろしさを知ってるのになぜ兵士を目指すの？僕は王政の無茶な領土奪還作戦で家族を失ってこの状況を黙って見てるなんてできないと思ったから。二人はどこの出身なの？僕とライナーはウォールマリア南東の山奥の村出身なんだ。じゃあ、あの日村に連絡が届くよりも先に巨人が来たんだ。その後はよく覚えていない。内地勤務の憲兵団狙いで兵士を選んだけど、それがダメなら全てを放棄するかもしれない。僕には自分の意志がない。自分の命を大事にすることだって立派なことだよ。俺は帰れなくなった故郷に帰る。俺の中にあるのはこれだけだ。エレンはどうなんだ？俺は殺さなきゃならねえと思った。この手で巨人を皆殺しにしなきゃならねえって思ったんだ。で、お前はなんで兵士になろうと思ったんだ？そうか、お前もあそこにいたのか。俺の母さんも殺された、あの時にな。だから君は訓練兵を目指したんだね。ご両親の仇を討つために。そうなんだ。故郷を取り戻したいってのは俺と同じだ。目標のためにも今は訓練を乗り越えないとな。いつか叶う日は来るのかな。さあな。だが何もしなければ永遠にそのままだ。兵士にならなきゃ始まらねえしな。ああ、やってやるさ。やあ。ありがとう。調子はどうだ？どうも。調子はどうだ？どうも。なんだお前かよ。
どうだ？ これより夜間特殊訓練を開始する。この訓練は普段とは異なり、個人の技量よりも班員同士の連携能力や作戦遂行能力を評価する。班分けは先ほど伝達した通りだ。準備が完了した班から指定の場所に移動せよ。以上だ。 教官の言うことはよく分かんなかったけどよ、まあ余裕だと思うぜ。なんせ俺は天才だからな。普段の訓練とは違うみたいですけど、森のことなら私に任せてください。なんてこんな時間に訓練しないといけないんだよ。帰りて。教官は班の連携を評価すると言ってたけど大丈夫かな。 とにかくやってみないと分かんねえだろ。行こうぜ。くそ、なんでうまくいかねえんだ。みんなが頑張ってるのによ。もうガスも刃も残ってません。ホニーが突っ走るからですよ。 こんな急ごしらえの班で連携なんて最初から無理だろ。このままじゃみんなバラバラになってしまう。どうにかしないと。そうだね、君の言う通りだ。まずは装備を万全にしておこうか。 それじゃあ、この班の指揮をお前に任せたい。どうかな。みんなのペースを合わせるのが上手だと思うんだ。ありがとう。僕もできる限り協力するから、何でも言ってくれ。それじゃあよろしく頼むよ。 みんなでリーダーを支えて、この状況を挽回しよう。よし、他の連中を驚かせてやろうぜ。
よし、ここから巻き返すぞ。けどまずは補給が必要だ。拠点を設営するんですよね。私の勘ではあそこが良さそうな気がします。開けた場所のようだし、可能性は高いかもな。行ってみよう。これが実戦だったら、俺たちとっくに死んでるんじゃねえか。じゃあここで失敗しといてよかっただろ。確か刃やガスを補給できる場所を作るんだったよな。その通りだ。実戦でも補給できる場所は大事だからね。これで刃もガスも補給できましたね。集合地点に急ぎましょう。待ってくれ。不測の事態に備えてもう一箇所拠点を設営しておこう。またコニーに突っ走られたら俺たちは教官に。悪かったよ。もう死ねえって。よし、これで予備の拠点もできたな。今度こそ集合場所に急ぎましょう。よっ、遅いぞ。貴様らが最後だ。何をちんたらやっておった。申し訳ありません。まあいい。では次は巨人に一斉に攻撃を行う訓練だ。貴様らはすでに出遅れている。すぐに始めろ。お前が合図してくれ。はっ、はっ、頼んだか。やります。合図をしたら一斉に目標を攻撃するんだ。みんなで部位を狙って一気に倒しましょう。お願い。私たち息ぴったりですね。ま、天才の俺がいるからな。コニー、さっきそれで突っ走って失敗しただろ。またガス切れになるのは勘弁してくれよ。
刃が使えなくなる前に乾燥しろよ。ガスが切れる前に補給しろって。ある程度はできるようだな。これより最終訓練を開始する。訓練用模型が森の中に多数出現する。迅速に索敵し討伐せよ。破壊した部位の数が評価対象となる。ハンデ協力しより多くの部位を破壊しろ。それでは始め。コニー頼んだか。分かったぜ。ガスと刃を切らしたと聞いていたが、ここまで盛り返すとは。奴らをまとめているのはあいつか。おいエレン、同じ班なんだから足引っ張んじゃねえぞ。なんだと。じゃあてめえこそ足引っ張んなよ。エレン、何やってんだ。はあ、今のはお前がヘマしたんだろうが。ちょっとハンデの訓練なんだから仲良くしようよねえベルトルト。そうだね。ガズ、お願い。おい、これ俺たち2戦いってるんじゃねえか。やれるぞ。とお前がうまくみんなに合わせてくれてるからだ。成績を発表する。まだ時間は残っている。気合を入れ直せ。すごいな、お前周りに合わせるのが相当うまいんだな。ええ、私たちのことよく見てますよ。本当だな、いい感じだぜ。確かに最初から任せときゃよかったな。まだ1位になれる可能性はある。最後まで全力を尽くそう。ああ、ここまで来たんだ、絶対1位になってやろうぜ。やってやる。ええ、最後まで頑張りましょう。わかったぜ。ダズ、頼んだ。サシャ、お願い、やります。もうすぐ終了だ。最後まで力を尽くせ。ダズ、頼んだ。分かった。
マルコ、俺がパシャ。了解。任されました。今回の訓練の最優秀班を発表する。今回の訓練の最優秀班は貴様らの班だ。やった、お前のおかげだ。よっしゃ、やっぱ俺天才かもな。私たちやりましたね。一時はどうなるかと。とりあえずよかった。訓練はこれで終了だ。各自戻って体を休めろ。解散。本機の訓練兵は粒が揃っていますね。これは期待できそうです。アッカーマンをはじめ成績上位陣はほぼ決まりでしょうか。確かに見どころのある兵士は多いな。だが兵士としての能力は個人の技術だけでは測れん。巨人との戦いは常に複数人で行うものだ。他の兵士との連携がより重要になる場合もある。それを実現できる素質を持った者がいるかを見極めるのが今回の訓練の目的だった。お前のおかげでなんとか挽回できたよ。ありがとう。こっちこそありがとうよ。連携って大事なんだな。こりゃ評価も期待できるんじゃねえか。実際即座に他の者をまとめ上げその能力を引き出せる兵士は決して多くはない。だが今回はその稀有な素質を持った者がいたようだな。104機訓練兵は3年にわたって巨人と戦うためのありとあらゆる術を叩き込まれた。厳しい訓練を経て訓練兵団を卒業した兵士たちは3つの兵団に配属される。王の下で民を統制し秩序を守る憲兵団、壁の強化に努め壁内の町を守る駐屯兵団、そして壁外に出て巨人の領域に挑む調査兵団、特に内地勤務となる憲兵団を目指す者が多かったが、志願が許されるのは解散式で発表される成績上位者10名のみだった。彼もまた3年にわたる過酷な訓練を仲間と共に耐え抜いた。ついに解散式の夜を迎え、彼は同期たちと共に訓練成績の発表を待つ。ではこれより成績上位10名を発表する。呼ばれた者は前に出ろ。10番クリスタレンズ、9番サシャブラウス、8番コニー・スプリンガー、7番マルコ・ボット、6番ジャン・キルシュタイン、5番エレン・イエーガー、4番アニ・レオンハート、3番ベルトルト・フーバー、
2番ライナー・ブラウン、主席ミカサ・カーマン、以上10名。ただしこれはあくまで訓練場の成績であり、実戦で能力を発揮できるかどうかは別の尺度で測るべきものだ。成績上位に入らなかったものもよく考えておけ。自分に何ができるのか、何をなすべきなのかをな。後日配属陛下を問う。これにて第104期訓練兵団解散式を終える。以上。トーマスからどうぞ。ああ、俺はあれからエレンとアルミンの二人と交流。エレンの長所はとにかく根性だな。絶対に諦めない不屈の闘志を持っているやつだ。アルミンの長所は頭の良さと負けん気の強さかな。体力面の不安を補うために陰ですごく努力してるんだ。根性と負けん気か。二人とも訓練に対する姿勢とか考え方に長所があるってことね。うん、そういう長所なら俺たちも見習えそうだろ。それでミーナはどうだった？私はミカサとクリスタの二人と仲良くなれたかな。ミカサはどんな状況でも慌てずに自分の感情を制御できるの。ただしエレンに関すること以外はだけどね。クリスタはいつも周りの状況をよく見てる。仲間の動きにも気を配って、それってすごいことだよね。ミカサの長所は真似できそうにないけど、クリスタを見習うことはできそうだな。じゃあ次はお前だ。よし、今回の報告会はこれで終わりだな。私もみんなと仲良くなれて、役に立ちそうなことをたくさん学べたかな。うん、へこたれないで頑張るよ。これからももっとたくさんの仲間と交流を深めて、いいところを学んでいかないとな。そうだね、みんなと学び合って、助け合って立派な兵士になれるようにこれからも頑張ろう。
よしよし。食べられるのは嫌。くたば貴様はもう家に帰りて。お前はすごいよ。私は私の意志に従う。私は生き残るさ。王の近くで働きたいな。ありがとう。兵士の責任を果たす。おかげさまで。私はエレンを守る。やったな。惜しかったな。お前なら10位以内に入れると思ったんだが。そうなの？みんなの評価では君も有望だったのに。だがまあ僅差だったんじゃねえか。お前なら上位10人と力量はそんなに変わらんだろう。教官も言ってたが、実戦で使い物になるかどうかは訓練成績の順位だけで測れるもんじゃねえだろうしな。憲兵団に入らないって本気なのか、エレン。せっかく上位10人に入ったのに。最初から決めてたことだ。俺が訓練してたのは巨人と戦うためなんだからな。死に急ぎ野郎のことはほっとけよ、マルコ。俺たちには内地での快適な暮らしが待ってるんだからよ。
やっとこのくっそ息苦しい前線の街から脱出できるぜ。じゃあ内地に行かなくてもお前の脳内は快適だと思うぞ。なんだと？じゃあもうやめろよ。俺が頭のめでたいやつだと思う。そう言いたいのか、エレン。違うな。俺は誰よりも現実を見てる。人口の2割以上を失って答えは出たんだ。人類は巨人に勝てない。確かにここまで人類は敗北してきた。それは巨人に対して無知だったからだ。俺たちは何十万の犠牲で得た戦術の発達を放棄しておとなしく巨人の餌になるのか。冗談だろ。得た情報は確実に次の希望につながる。人類はまだ本当に敗北したわけじゃない。俺は巨人を一匹残らず駆逐してこの狭い壁の中から出る。調査兵団に入ってな。あ、待ってよエレン。行きたきゃ壁の外でもどこでも行け。俺は絶対憲兵団に入る。作りたいんだ。また来てくれよな。いい
品が揃って。また来てね。いい品が揃。また来てね。休息も兵士の仕事だ。お母さん、どうしてるかな。生き残れるか。人類の活動領域を囲む壁には突出する半円形の区画が4箇所ずつ設けられている。この区画に人口を集めることで巨人の標的を絞り守備兵力を集約するためだ。そのうちの一つがウォールローゼ南方に位置するトロスト区である。トロスト区には中ドン兵団本部が存在し、訓練兵は正式配属までの期間、駐屯兵団と共に様々な任務に当たることになっていた。成績上位10名の中に彼の名前はなかったが、もとより彼が志していたのは調査兵団だった。あの日からの5年間抱き続けた思いを遂げるためである。そんな彼もまた104期の同期たちと共にトロスト区での任務に励んでいた。は？調査兵団にするって？コーニー、お前8番だろ。前は憲兵団に入るって。エレンの昨日の演説が聞いたみたいね。うるせえ！俺は自分で決めたんだよ。そう照れるなよ。お前だけじゃない。皆さん、上官の食糧庫からお肉取ってきました。はあ？話が分かりますね。私の分は多めに頼みますよ。大丈夫ですよ。後で皆さんで分けましょう。土地を奪還すればまた牛も羊も増えますから。ウォールマリア奪還の前祝いにいただこうってわけか。よし、俺もその肉食う。私も食べるから取っといてよ。さあ作業に戻ろう。ああ、そうだ。コニーたちはああ言ってたけど、お前はどの陛下を志望するんだ？俺もだ。きっと見たこともねえもんがたくさんあるんだろうな。あの日お前もいたんだろ、志願しなくに。お互い目的を果たせるといいな。二人とも
早く作業に戻らないと上官にバレちまうぞ。ああ、今行く。あれから5年経った。人類はようやく尊厳を取り戻しつつある。勝てる。人類の反撃はこれからだ。これ以上巨人を町に侵入させてたまるか。行きます。この時のために訓練してきたんだ。成果を見せてやる。奴を討伐するぞ。立体軌道で背後に回ってうなじを削ぐんだ。まず手足を落として動きを止めた方がいいな。まだまだ気をつけろ。アンカーを刺してても長くは持たねえぞ。奴の手足を落としてから確実に仕留めるんだ。今だ。うなじを狙え。おい、ガスがなくなる前に補給するんだ。やった！訓練通りやれば十分巨人と戦えるぞ！がなくなる前に補給するんだ。おい、大丈夫か。薬を使って手当てしろ。相手は巨人なんだぞ。気をつけろよ。次から次へと入ってきやがって。一匹残らず駆逐してやる。大丈夫か。こっからは俺も戦うからな。私も行きますよ。きっとみんなで戦えばなんとかなります。
俺たちで巨人の注意を引く。その隙にお前がうなじを狙え。俺たちでもなんとかなった。勝てる。人類は巨人に勝てるんだ。ヘレン、これ以上は限界だ。もっと巨人が来たら全滅しちまうぞ。あなたも大丈夫ですか？無理しないで撤退しましょう。いや、まだもう一匹いる。目標、壁外正面、超大型巨人。マジかよ。これはチャンスだ。壁を壊せるのはあいつだけだ。あいつさえ仕留めろ。なんてキリがありませんよ。はっ、ごめん出遅れたけど、私も加勢するから。ああ、俺たちもやってやるぞ。まだまだ。してるみたい。奴の向きに注意して。危なかったら一旦距離を取ろうぜ。ガス、刃が使えなくなる前に乾燥しろよ。ガスが切れる前に補給しろって。超大型巨人のところに行ったんだ。なんだって？早く援護に行かないと。よし、みんなでエレンを助けに行くぞ。待ってください、巨人が近づいてきます。あの巨人、さっきのより強そうだぞ。みんな注意して。ガスの様子を見て一気に背後に回るんだ。Let's go.
だったぜ。本物の巨人相手にお前すごいな。なんとか討伐できた。見ろ、エレンのやつ一人で超大型巨人と戦ってるぞ。巨人が消えた。エレン、お前が倒しちまったのか。違う、5年前と同じだ。あいつは突然現れて突然消えた。すまん、逃した。何謝ってんだ、俺たちなんて全く動けなかった。何してる超大型巨人出現時の作戦はすでに開始している。直ちに本部に戻れ。はっ。また来てくれよな。落ち着いて動く。人類の未来のためだ。それでは各班に分かれ、巨人の掃討を行ってもらう。前衛を駐屯兵団の迎撃班、中衛を支援班が率いる訓練兵団、後衛を駐屯兵団の精鋭班がそれぞれ受け持つ。ウォール・ローゼの死守のため、皆心して命を捧げよう。解散。はっ。エレン、戦闘が混乱してきたら私のところに。アッカーマン訓練兵、
お前は精鋭班の後衛部隊に入れ。しかし私の腕では足手まといに。ミカサ、人類滅亡の危機だぞ。何てめえの勝手な都合を押し付けてんだ。悪かった。でも頼みがある。一つだけ、どうか死なないで。死なないさ。俺はこんなところで死んでられないんだ。俺はまだこの世界の実態を何も知らないんだから。おいお前、もう一回言ってみろよ。バカと一緒でついてないって言ったんだよ、私は。なんだと。もう今は喧嘩してる場合じゃないよ。あ、いいところに。聞いてよ、ユミルとポニーったら。はいはい、わかったわかった。私のクリスタに免じて今回は仲良くやってやるよ。ああ、こんな時にいがみ合ってもな。とにかく一緒に頑張ろう。お前らくれぐれも私とクリスタの足を引っ張るなよ。ちっ、口の減らねえやつだ。行こうぜ。俺たちの任務は中衛部隊の支援だったよな。よし、訓練の成果を見せてやろうぜ。ユミルが先行して偵察に出てるの。まずは合流しなくちゃ。ユミル、私が先行する。行けばいいんだ。見えたか？えらいことになってんぜ。巨人がもうこんなに。ちょ、やるしかねえか。さっさと巨人どもを倒すぞ。私もみんなの役に立ちたい。任務完了。
ここで止める。このバカより100倍マシだな。おい、誰のことだよ。あの縁談、救援要請だよな。おい、助けに行くぞ。ほっとけよ。あっちは私らの持ち場じゃねえだろ。でも私は行く。見捨てていい理由なんてないよ。あったらその縁談で知らせてくれ。その時は君の援護に向かう。助かります。これを使えば拠点を設営してくれて補給も受けられるんですよね。はっ、頑張らなきゃ。私もみんなの役に立ちたい。
これでいい。拠点を立てて。近づいてきてる。よし、やるぞ。私だってやってやるんだから。まだまだ。ユミル、コニー、お願い。さて、さよう。この辺りのはいなくなったね。行こう、エレン。僕たちの持ち場はこの先だ。お前ら、また後でな。よし、俺が討伐トップだ。あ、エレン、気をつけてね。そろそろガスが心配だな。一度本部に戻って補給しようぜ。あの縁だ。助けに行かなきゃダメか。お前らか。巨人が邪魔で補給に行けねえんだ。討伐を手伝ってくれ。死にたくねえよ。内地に行けたっつうのに。コニー、ノリア、どうだ。おい、無事かよ。ごめんなさい。はっ、はっ、やっ、はっ、やっ、
次の標的はどこ？すごい活躍。怖くないの？やります。ユミル。これで絶対できる。バカ言ってんじゃねえ。俺らはこっから前線の支援任務だろうが。ビビって動けねえやつはほっとけ。とっとと補給するぞ。拠点を作ろう。補給は済ませたな。よし、ここから離れるぞ。待って、巨人が一体こっちに近づいてきてる。ほっとくわけにはいかねえな。ここで仕留めるぞ。やばいってことだよな。くそ、もうダメだ。誰か助けてくれ。任務完了。すまない、俺も戦う。手伝わせてくれ。死ぬのか。誰か救援を頼む。助かったぞ。感謝する訓令兵。俺は砲台を起動し援護に回る。巨人、他のやつよりヤバそうだ。
したことなかったな。もういいだろ、撤退しちまおうぜ。なんだ、エレンたちが向かった方からだ。急ぐぞ。精鋭部隊は総崩れじゃねえか。決して楽観視していたわけじゃなかったが、これはあまりにも。飛行士だ。何しやがる！マジ！よきもどうだか！何が必要なんだ？またいつでも来い。
よう。悪いよ。エレンたちと同じ班だったよな。あいつらどこ行ったんだ。アルミ、まさか。見りゃわかるだろ。全滅したんだよ、こいつ以外は。うるせえな。アルミは何も言ってねえだろ。こんな巨人から丸見えの場所でおしゃべりしてる場合じゃねえ。私らも食われちまう。やめて、二人とも。とにかく目立たない場所に移ろう。アルミ、動ける。お前ら、休んでる暇はねえぞ。巨人どもにだいぶ押されちまってる。市民の避難はまだ済んでねえ。今、公営に抜けられたら大変なことになるぞ。うん、でも気になることでもあるのかい？いや、私たちも見てない。とにかく今は時間がねえ。生き残りの兵をかき集めて少しでも巨人を食い止めるぞ。あなたは先に行ってて、私たちも後で合流するから。壊滅状態だってのに、後方にいる住民の避難はまだ終わらねえのか。そうみたいだね。俺たちで中衛を援護して巨人を食い止めるしかねえだろ。あっちにいる中衛の班に巨人が近づいてる。助けなきゃいけない状況みたいだね。お願い。援護します。助かるよ、神兵。よし、倒したな。さすがだね、ライナー。大丈夫。他の仲間の援護をお願い。任務完了。救援要請か。先輩方はほとんどやられちまったのか。他のみんなはどうなったかな。今は仲間を信じるんだ、ベルトルト。ベルトルト、援護が来ました。ありがたい、頼む。
数が多いね。キリがないよ。なんとかするしかねえだろ。やるじゃないか。どうも。もう平気だよな。よし、他の奴らを援護してやってくれ。次の標的はどこ？これ以上巨人を侵入させちゃまずい。誰か援護を頼む。ありがとう。オンに切るよ。よかったらこれを使ってくれ。あの、援護に来ました。悪いね、助かる。ダイヤ、ベルト、頼んで。分かった。世話になった、シンペ。住民の避難はどうなってるんだ。公営の様子を見てきてくれないか。この辺りは俺たちで何とかする。頼むぞ。ことだ、アッカーマン。さすがだな。住民の避難がまだ済んでいない。総員、あの貴公子から住民を守れ。お前は中衛部隊の新兵か。住民の防衛を手伝ってくれ。次の標的はどこ？
ずい。早く助けるんだ。中衛部隊が敵を取りこぼしたのか。早くここを片付けてエレンのところへ。イアン班長、お願いします。分かった。さよう。避難完了には時間がかかるか。その調子、私も続こう。住民の避難はまだ終わらないのか。駐屯兵団が必ず守る。やります。避難は完了したな。俺たちも撤退だ。壁を登るぞ。全員の撤退を支援してきます。おい赤魔。そこの新兵、あいつを追ってくれ。私にはこの世界に帰る場所がある。エレン、あなたがいれば私は何でもできる。これでいい。完了。
安切れで壁を登れねえ。だったら一か八か、あそこに群がる巨人をやるしかねえだろ。本部ならガスを補給できる。ただ逃げ回って残り少ないガスを使い果たせば本当に終わりだぞ。俺たち訓練兵の誰にそんな決死作戦の指揮が取れる。アルミ、大丈夫なの？エレンはどこ？今は感傷的になっている場合じゃない。私は強い、すごく強いので、私なら一人でもあそこの巨人どもを蹴散らせる。あなたたちは腕が立たないばかりか、臆病で腰抜けだ。ここで指をくわえたりしてればいい。くわえてみてろ。あれで葉っぱかけたつもりでいるが。おい、俺たちは仲間に一人で戦わせろと学んだか。本部が壊滅する前に何とか突入しねえと。やってやる。死んでたまるか。人数を揃えて先に周りの巨人を倒すのはどうでしょう。そうだな。俺は他の逃げ遅れた奴を探して協力を頼んでくる。本部の周りの巨人を減らさないといけません。あの縁談、助けが必要だな。本部に群がってる巨人を討伐しねえと。まだよ。ここじゃくそ、もうおしまいだ。次の標的は、俺たちは本部に突入するつもりだ。お前も手伝ってくれ。了解だ。なら、これはお前に渡しておくぜ。ありがとうよ。これがあれば、本部に群がってる連中を倒せるんじゃねえか。応援団、やばいってことだよな。似合ったみたいだな。僕も戦うぞ。あげたよ。
死ぬのか。コニー、お願い。はの作戦を行っている。協力してほしい。何？分かった、手を貸そう。これはお前が使ってくれ。ありがとう。これがあれば本部周辺の巨人を倒せるかも。本部が崩れかかってる。持たねえぞ。周りの巨人を急いで何とかしろ。イカちゃん、感謝。分かってあります。じゃあ、まさかお前に葉っぱをかけられるとはな。うるせえ！何としても本部に突入するぞ！ジャンは勇気があるね。生きるか死ぬかの瀬戸際なんだぞ。やるしかねえだろ。
突入する作戦を行っています。力を貸してください。わかった。とりあえずこれを使って。助かります。これを使えば本部の周りの巨人を倒せるかもしれません。イカさん頼む。コニーお願い。任せとけ。本部はもう持たねえぞ。周りの巨人を急いで何とかしろ。ガシャ、まだやられました。まだまだ。無理はするなよ。じゃあまさかお前に葉っぱをかけられるとはな。うるせえ。何としても本部に突入するぞ。じゃあ勇気があるね。生きるか死ぬかの瀬戸際なんだぞ。しかねえだろ。頼んだ。やります。壊滅状態だったのに、後方にいる住民の避難はまだ終わらねえのか。そうみたいだね。俺たちで中衛を援護して巨人を食い止めるしかねえだろう。任務。あっちにいる中衛の班に巨人が近づいてる。助けなきゃいけない状況みたいだね。倒したな。さすがだね、ライナー。そこはもう大丈夫。他の仲間の援護をお願い。救援要請か。先輩方はほとんどやられちまったのか。そうみたいだ。援護に来ました。 ありがたい。頼む。サナ、アリ、ベルダイナ、了解だ。はい、これ以上巨人を侵入させちゃまずい。誰か援護を頼む。ダイヤ、ありがとう。恩に切るよ。
よかったらこれを使ってくれ。このみんなどうなったかな。今は仲間を信じるんだ、ベルトルト。兄、やるじゃないか。ドン。もう平気だよな。よし、他の奴らを援護してやってくれ。ロゾイパースが多いね。キリがないよ。なんとかするしかねえだろう。あの、援護に来ました。悪いね、助かる。やりな、ライア、お願い。あ、任せた。心配。住民の避難はどうなってるんだ。公営の様子を見てきてくれないか。この辺りは俺たちで何とかする。頼むぞ。任務完了。住民の避難がまだ済んでいない。総員、あの貴公子から住民を守れ。お前は中衛部隊の新兵か。住民の防衛を手伝ってくれ。さよなら。部隊が敵を取りこぼしたのか。早くここを片付けてエレンのところへ。
次の標的はどこだ。よし、いいぞ。避難完了には時間がかかるか。避難はまだ終わらないのか。住民の避難は完了したな。俺たちも撤退だ。壁を登るぞ。精鋭の撤退を支援してきます。おい、アッカーマン。そこの神兵、あいつを追ってくれ。私にはこの世界に帰る場所がある。エレン、あなたがいれば私は何でもできる。前に何とか突入しねえと。やってやる。死んでたまるか。人数を揃えて先に周りの巨人を倒すのはどうでしょう。そうだな。俺は他の逃げ遅れたやつを探して協力を頼んでくる。周りの巨人を減らさないといけません。あの縁談、助けが必要だな。本部に群がってる巨人を討伐しねえと。まだまだ。あの縁談、助けが必要だな。
まさかお前に葉っぱをかけられるとはな。うるせえ、何としても本部に突入するぞ。ジャンは勇気があるね。生きるか死ぬかの瀬戸際なんだぞ。やるしかねえだろ。止める、ジャン。次の標的はどこだ。はっ、なるもんだ。さよなら。本部に突入できるんじゃねえか。あいつは、くそ、俺たちを狙ってやがる。ここで討伐するぞ。チクショ、もうおしまいだ。俺たちは本部に突入するつもりだ。お前も手伝ってくれ。了解だ。なら、これはお前に渡しておくぜ。ありがとうよ。これがあれば、本部に群がってる連中を倒せるんじゃねえか。もうダメだよ。本部へ突入する作戦を行っています。力を貸してください。わかった。とりあえずこれを使って。任務完了。これを使えば本部の周りの巨人を倒せるかもしれません。ここで死ぬのか。私たちは本部突入の作戦を行っている。協力してほしい。何？分かった。手を貸そう。これはお前が使ってくれ。イカちゃん、コニー、任せ。任せとけ。ありがとう。これがあれば本部周辺の巨人を倒せるかも。間に合ったみたいだな。僕も戦うぞ。頼んだ。
任せてください。
願い。わかった。コニー、サジャン。わかったぜ。やります。今だ！全員本部に突っ込め！早く行かないと手遅れに。本部に突っ込んだら今しかねえ。行けるか？この世界は残酷だ。そしてとても美しい。いい人生だった。やるよ、これ。あったかいだろ。ほら、早く帰ろうぜ。俺たちの家に。
しまったらもうあなたを思い出すことさえできない。うわー！